イン印獣町は、ファールス地方を中心に、現在のイランを支配した王朝である。首都はシーラーズ。印獣町の創始者は、シャラフッティ・マフムード・シャーと言い,い、イルハン朝の前世紀を築いた英首のオルジェイトに、仕えて、ファールスの地方長官に任命された。インジュ獣とは本来モンゴル語で、私有罪を意味する、円数に由来する単語で、イルハン朝では転じて、王内氏王家の資料。 王領地を意味する用語でもあった。他にもイルハン朝で有力重心に与えられる称号でトルコ語では真珠を意味している。マフムードシャーは地方長官の地位を利用して勢力を蓄えた。オルジェイトの没後は息子のアブーサイードに仕えたが対立して長官の地位を解任された。そのためイルハン朝と対立しファールスを奪回しようとするも失敗。 1335年に、アブーサイードが没すると後継者として立ったアルパケウンと対立するも1336年に殺害された。マフムードシャーの息子のマスウードシャーは、イルハン朝が混乱期に入ると実力者としてタブリーズなどを支配していた、ジャライル朝のタージュディーン、ハサン・ブズルグを頼って逃亡。ハサンは援軍として、 ジョバンけ出身のピールフサインを与えて帰国させ、マフムードシャーは彼と共同してファールスを統治するが、1343年に対立して殺害された。ピールフサインはマスウードの弟であるアブウイスハークを擁立して実権を握るが、アブウイスハークはジョバンア朝のシャイフハサンと連合して、ピールフサインを追放、殺害して実権を取り戻した。 だが1353年に、ピールフサインの講演によって、ヤズドとケルマーン領地方を領していた、ムザッファル町のムバーリズ・ティーン・ムハンマドの攻撃を受けて、シーラーズが陥落する。アブウイスハークは、イスファハーンに逃れるも、ここも4年後に、ムバーリズ・ティーン・ムハンマドによって陥落させられて、捕らえられて殺され、イン陰住町は崩壊した。 シャラフッティ・マフムード・シャー・マスード・シャー先代の息子、アブーイス・ハーク先代の弟、ありがとうございます。